リチャード・ギャリオット、リチャード・ギャリオット・ド・ケイユ、1961年7月4日体は、イギリス生まれのアメリカ合衆国のゲームクリエイター。とりわけコンピュータ用ロールプレイングゲーム、RPG に発する、ルティマシリーズの作者として知られている。イングランドのケンブリッジ出身。幼少期は、アメリカ合衆国テキサス州、オースティン・ナッス・ソーベイで育った。 その一方で両親の都合からたびたびイギリスに戻ることがあったためイギリスなまりが強い英語を話す。この特徴から口述する様にブリティッシュ、イギリス風のという意味というあだ名で呼ばれる。父親のオーエン・ギャリオットは第2回スカイラブ・ミッションへ参加した宇宙飛行士であり、工学博士や大学教授としても著名な人物で母親も芸術家であった。リチャードが11歳の頃、 手作りの銀の蛇をデザインしたペンダントを父に送り、オーウェンはそのペンダントを持って宇宙へ旅立った。ウルティマシリーズに蛇や宇宙を題材にするシナリオがあるのは、これらの影響が強いと言われている。幼い時から電子工学に優れた才能を示し、両親もリチャードの特技を育てようと講演した。クリアクリークハイスクール在学中には、プログラミングに熱中する日々を送っていた。 1977年に両親の勧めでオクラホマ州立大学が主催していたコンピューター関連技術についての合宿に7週間にわたって参加している。その時同じ合宿に参加している生徒からイギリスのあまりを指摘されブリティッシュのあだ名で呼ばれることになった。彼はこのあだ名を気に入り、その後も自らペンネームなどを必要とする際に使い続け、 最終的には自ら開発した、ウルティマシリーズ世界の国王、ロード・ブリティッシュの由来にまでなった。最も活動の拠点がアメリカであることからも、わかるように本人はアメリカ文化により、親しく、発音も、基本的にはアメリカ英語の範疇である。高校時代、リチャードは学校に申し出て、上級コンピュータクラスを新設。リチャードを含む3人の生徒以上にコンピュータを、 教えられる教師がいなかったため、彼ら自身で目標を立て学習に取り組む。その題材に決められたのが、コンピュータによるゲーム開発であった。リチャードは、高校卒業までに、28本のダンジョン、探検プログラムを残した。こうした、活動の傍ら、ギャリオットは自作のゲームを作ることにも没頭し、完成品を友人たちに提供して、感想を尋ねたりしていた。 高校を卒業してから大学に進学する前の19歳の時、これが工じてか、当時勤めていた PC ショップ、コンピュータランド店長の勧めで、自ら制作した RPG、アカラベースを販売。これがカリフォルニアパシフィックの目に留まり、アカラベースは全米で販売され、後のウルティマに通じる斬新なゲームシステムが話題を呼び、1981年までの 間に3万本という売り上げを記録するヒット作となった。稼いだ金はテキサス大学の学費としては十分なものであったが、パーッと使っちゃったと後に語っている。大学ではフェンシング部や中世文化同好会などに所属した。1980年代初期、再びギャリオットはゲーム開発に乗り出し、アカラベースのシステムを改良したゲームとして、ケン・アーノルドと共に、 アップル通用のゲーム、ウルトメータムを開発した。しかし、ウルトメータムは、すでに使用されていた商標であったため、カリフォルニアパシフィックの判断で文言の後ろを切り、ウルティマとして、世に送り出されることになった。ケンアーノルドによるタイルグラフィックの発明により広い世界を自由に、動き回ることのできるゲームとして完成したウルティマは、大きな成功を収めた。続いて、 ウルティマニを制作し、シェアオンラインより発売。ウルティマ、ウルティマニの成功に、それまで販売元を経由していた、作品販売を自社管理のもとに行いたいと考えた、キャリオは、ウルティマ3の時に、父や兄弟たちを共同経営者に迎えて、オリジンシステムズ社を設立、以後、ウルティマシリーズの制作と販売の双方を管理した。 ウルティマシリーズに登場するブリタニア大陸、ゲーム世界の中心地を統治する王として、前述したロードブリティッシュが登場するが、これはギャリオット自身の分身である。FM タウンズに移植されたウルタマ・バイ・ザ・ホールス・プロファットではゲーム中のロードブリティッシュの声を自身で担当している。また、ナインの日本語版でもロードブリティッシュ場内に遊兵されている。 自称ロードブリティッシュなる人物の声を本人が日本語で吹き替えている。1992年9月、アメリカの大手ゲームメーカーであるエレクトロニックアーツ EA 社と契約を結び、オリジンシステムズ社は EA の開発部門の一つとして統合された。FPS ブームが吹き荒れる中で、ギャリオットは名作シリーズとなっていたウルティマの開発を総責任者として続行しつつ、 はかばかしくなかった RPG のオンライン化を積極的に推進して、ウルティマンラインを開発、商業的な成果を上げた。しかし、経営状態は徐々に悪化していき、2000年には EA 本社がオリジンシステムズが開発中である複数の企画を凍結すると発表、経営責任を問う形でキャリオットを解任した。退社後、 同じくオリジンシステムズを離れていた兄のロバートとウルティマオンラインでメインプログラマーを務めていたスタリー・ロングラとデステンション・ゲームズ社を設立した。2001年5月、デステンション・ゲームズ社は MMO の開発で協力関係を結んでいた韓国のゲーム会社、パブリッシャーの NC ソフトに買収され、ギャリオットは NC ソフトアメリカ支社の CEO に迎えられた。 引き続いて MMO の開発を担当したギャリオットは2007年にタブララサを発表、久々にゲーム業界の表舞台に復帰した。ところが2008年10月12日タブララサの公式ページで突如として NC ソフトからの退社を発表し関係者に衝撃を与えた。発表のしばらく前に悲願であった宇宙旅行に出ていたギャリオットは 宇宙で得た感動を新しい何かに用いたいと理由を説明している。2009年には保有していた、NC ソフト社の株式20億円相当を大企業に売却、同年の2月28日にタブララサのサービスは終了した。ギャリオットの得意な人物像として知られているものが、お化け屋敷である。その自宅はまるで忍者屋敷のようなカラクリが満載されており、地下室には、 RPG の世界に出てくるダンジョンそののが再現されている。ブリタニアマナーと題されたイベントでテキサス州オースティンで開催されていた。他にも宇宙への関心が非常に強く、自宅に天文台が設置されている。この自宅はロードブリティッシュの名前が影響を持たない。なるほど。ザワールドで取り上げられたこともあり、その規模がうかがえる。悪魔趣味 13や666という数字が大好きの持ち主で、一方でコスプレの趣味もある。彼のことを放映した TV の中で、もし NASA の人間がいきなりやってきて、リチャード準備はいいかいさあ宇宙へ行こう。そう言ったら即座にすべてを投げ打って僕は旅立つよと笑いながらコメントするほどの宇宙マニア。2008年10月14日にソユーズ宇宙船。 ソユーズとママイナス13で国際宇宙ステーションに行した。父親のが NASA の宇宙飛行士であったため、アメリカ人で初めて親子ともども宇宙へ行った家族となった。月面にある旧ソビエト連邦の月探査キルのーと2号とルナ21号が1993年に競売に出された際に購入しており、これらの所有者である。楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。